はい、今回はキャンピングカー本が無料配布中です。私はアマゾンから電子書籍でキャンピングカーの本を5冊と、コペンの本を2冊、合計7冊出版しています。で、キャンピングカーの本は5冊なんですけど、そのうち、3つがこう旅の記録なので、主力の2つっていうのが1作目の、悪魔のキャンピングカー、実は知られていない銃の使い道っていう本と、で、この本を読むとキャンピングカーが多分欲しくなるので、で、欲しくなった人が次に、2作目を読んでいただければいいなと思って、2作目が絶対しないキャンピングカーの選び方、キャンカーユーザーしか知らない本当のところっていう、この2冊が、キャンピングカーの、経験談とか説明とか、選び方とかを、紹介している、主力の本なんですけど、この2冊が実は今、無料キャンペーンで無料で、配布中でございます。これは、月額1000円ぐらいの、Kindle Unlimited、Kindle Unlimited っていう読み放題の、プランに入っていると、無料で読むことができるんですけど、それ以外の方は、500円で、販売してるんですけど、これが、今無料キャンペーンで、多分5日間の無料キャンペーンを打ったので、今日多分2日目だと思うんで、明日、明後日、しあさってぐらいまで、無料で配布しております。で、これ、この無料キャンペーンの開始と終了がアメリカの時間に合っているので、多分夕方の5時ぐらい、開始の5時ぐらい終了みたいな感じで、ちょっと明確にいつっていうのがちょっと言えないんですけど、今日、明日、明後日ぐらいは、まだ全然無料で、手に入れることができるので、ぜひこの機会に、手に入れてください。で、この無料キャンペーン中に、購入してダウンロードしておけば、この無料キャンペーンが終了しても、その後も読むことができるので、その端末に残っているので、ぜひ、この機会に、ダウンロードしておいてください。はい。で、この悪魔のキャンピングカーが1作目、2作目が、絶対しないキャンピングカーの選び方なんですけど、やっぱこの1作目の悪魔のキャンピングカーっていうのは、実はめちゃくちゃ、読まれていて、これ、このレポートを見ると、既読数っていうのは見えるんですよ。既読数。で、既読数何かって言ったら、要は販売数だと、Amazon、その Kindle Unlimited、アンリミテッドっていう月額の、読み放題プランの人がダウンロードした分はこう出てこないんですけど、その何ページ何回、見られたかっていうのは出てきてて、実はこの悪魔のキャンピングカー多分2年ぐらいですかね、これ出版したのが出版したのいつでしたっけ、出版したのが2022年の2月3日なので、今3、4、5、6、7、8、9、2年、1年7ヶ月かですね。22、23、1年7ヶ月でなんと20万ページ、読まれています。20万ページ読まれているってことは、この、本が113ページ、全113ページなので、この本をダウンロードしてくれた方が、フルに全部読んだとして、計算したら20万割る113で計算したら約1800名、1800人の人がこの僕の本を、見てくれていると、いうことになります。すごいなと思って、このもう、1年7ヶ月で1800人の方が見てくれてるって相当な数です。ありがとうございます。はい。で、この本が、現在無料ですので、ぜひぜひこの機会に、ダウンロードしてお読みください。で、ダウンロード、どこからダウンロードできるんだっていうのは、この動画の概要欄に書いておきますので、はい。で、もちろん、これ、無料で、最近無料で、何かを受け取ったら、その後、セールスが来るみたいな、
の多いと思うんですけど、まあそんなの一切ないです。Amazon の、ID さえあれば、本当ダウンロード、簡単にダウンロードできると思うので、はい、ぜひこの機会に、読んでみてください。無料キャンペーンは、5日間限定です。